あれかな、 GPS 的な、ちょっとわかんない、ガサ、あ違う、ガスーツ、 サラトガスーツ、 NBC 放射能生物化学防護服、軽量で長時間着用できる、あ、耐毒耐麻痺、サイコプロテクターね、サイコプロテクターネオミトコンドリア防護服、遠隔分析装置で対象の状態を検査できる、あ、敵 HP 表示だって、対混乱か、でもヒットポイント下がるからな、ヒットポイントは欲しいんだよね、20、20か、これ40、結構でかいな、40と15、5アタッチメント、あ、レベル2とか売り出すようになったね、また今つけてるやつなんだっけ、これ、あー2倍か、 HP 回復あるかな、どうする、どうするか、2倍でアタッチメント、あーでもアタッチメント下がるか、1個、新しいのそれ買って、あー HP 回復しなくなるかなそれ結構でかいんだよね、戦闘終わったら回復するって、あ、まあヒーリング使えばいいって話なんだろうけど、アイテム買ったり、新しいの買って、あれか、サブポーチみたいの使うか、戻って取りに行くの大変だけど、でもあそこに置いてっちゃったらもう使えなさそうだよね、だね、1個買っちゃう、これ強いし、アーマーのこれ、沈黙を防ぐ、買っちゃおうかコンバットアーマー40で MP もプラス10されるもんね、ちょっと待って、セーブしたい一回セーブしたい、一回セーブしよう、一回セーブしよう、26セーブはどこじゃ、待って、ここはじゃあ買う部屋か、ここに電話置いてほしい、するってと一回弾補給に行きたい、してくるか、弾補給しにこっちが空いたからぐるっと回って、どっちが早い、あ、じゃあ上からちょっと弾取ってくんね、うし、弾補充してきたぞ、それでだ、どっち行くこの太いところから行ってみるか、ここら辺から制御室、お電話ください、うわー、なんかいるな、あーやばい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 、あの子たちがいる、これどう、あ、あれは、はいMP が必要、あ、でも16もらえる、 OK、これでだあ、より広いとこ来ちゃったんだけど、これは分厚くて重そうな扉だわ、しかもなんだか大きい、ロックされてるここどうなってんだ、長いことセーブしてないかな、ちょっとちょっと待った、まだ待った、制御室、セーブしたい、とってもとってもセーブしたい、だってあの強かった子倒してからまだセーブしてないもんね、こっちは、あ、ここは多分開かないんだな、ここね、消毒室、
え、開くの？赤になってんだけど。なんでなんで？あ。あ、T と B ってある。トラップじゃん、完璧。あれは、あの、つられセーブさんじゃないの。怖いよ。コントロールパネルがあるわ。このパネルを操作して入室したり、管理室に連絡を取ったりするみたい。モニターに何か表示されてる。汚染除去装置停止中、ロック解除。研究エリア内は現在、安全基準です。このまま侵入しても問題ありません。このまま先に進んでも平気みたい。本当に？汚染除去室、この先実験エリア。入室者は生物防護服を着用後、管理室に必ず連絡すること。多分大丈夫。もうこの汚染除去装置は使われてない。それに今更気にしてるような場合じゃないわ。あ、びっくりした。あれ買ってこなきゃいけないのかと思って。あのお洋服を。これは？管理室と連絡を取るためのインターホンだわ。どこにつながるかわからないし、使うのはよした方が賢明ね。ふんふん。インターホンよ、多分。これは？ダストシュート。閉鎖中、使用不可と記されている。閉鎖されてるダストシュートよ。これより微生物危険レベル3、ホットゾーン。そんなホットゾーンにお電話が。電話があるは外部につながってるのかしら。ミストの電話は探知機がついてるから盗聴の心配はないし、使ってみよう。あ、向こう側についてるってことね。何？造園？それは無理だ。ついさっきタワーと同じ NMC がホテルに出現して、造園に出せるものがおらん。冷たくあしらわれた。全然来てくれないんだけど。こっちの方が緊急事態じゃない？上書きして、どうしよう。もうちょっと見たら今日はやめるか。ちょっと編集作業やらないと、溜まってるから。ゲームやった後に編集作業。頑丈そうな箱がある。あ、ここにいるとけって。あ、バックショット。ここにじゃあ弾移しとくか。はい、ヒドラは持ってていいから。あとは、あー、これもちょっと預けとこう。使わないやつはこれもいいや。ちょっと武器系はこの子は持っとくか。ちょっと切り替えよう。いや、でもいっかな。とりあえず移しとこう。よし。それで、この先は、また、ここに端末。コントロールパネルがあるわ。このパネルを操作して入室したり、管理室に連絡を取ったりしてるみたい。モニターに何か表示されてる。汚染除去装置停止中、ロック解除。住居エリアは無菌ゾーンです。汚染除去を徹底してください。ここを通っても平気みたい。OK？あそこまだ行ける。あ、やば。え、わ、いい子だから開けて。そこはとっても危ないんだよ。この中だ。霊の力で扉を溶かしやがった。ああ、力が。え、そっちの方がなんか力持ってそうなんですが。うん、やっぱちっちゃいね。女の子かな。わ。それ何？かわいい声が。あの子誰なんだろう。マヤとかなのかな。またあの子、何なの？ふんふん。それで？
あーちょっとまたこっちがなんか進むルートっぽいから、やっぱ下から見てこうセーブもできたし、この焼け跡はさっき見た白チューブ友達、やはり偶然にしてはできすぎている。あ、びっくりした、帰れないのかと思ったまた焼きついたのかと思って、ちょっとセーブしてもう一回。そうか、わかった。あ、そうか、何かわかった、また連絡してくれ。冷たい全然アヤのこと心配してなくない、あの上司。はい、どうしようか。ちょっとじゃあそっちから調べて、多分この奥がルートっぽい。あ、こっちから通らなきゃ。ふんふん、消毒ガス噴射終了まで退出不可能、なお防護服は室内にて廃棄すること。随分徹底してるわね。除去装置が停止してるから関係ないと思うけど、あっちの居住区を守ってるんだね。 OK。 あ、ちなみにこれはダストシュート、消毒後防護服学校に廃棄。ふんふん、なんかわざわざ赤文字で出るから怪しいよね。注意、汚染物質および防護服は室内で必ず廃棄してください。まあこっちが研究室だからってことか。ウイルスとかあるかもしれないから綺麗にしてねっていう、居住区に持ち込むなよっていうことだね。地下駐車場、あ、ロックされてるこの緑は一体何なの、これ逆じゃないこっちが緑でこっちが赤なんじゃないの、ランプよくわからないんだけどこれ逆じゃないの、ランプ気のせい。じゃあこっち、ここに敵がいるから倒そう。はい、どうなってる。あ、あの子だな。ふん、えわ沈黙状態に。ちょっと待った、これ上がってくんの、みんなは。沈黙って回復する自動で、それは困る。よし、でも下降りなきゃだな下降りたらまた沈黙になる気もする。このまま、あ、でもこの高さになっちゃうな。一回撃ってみるか。あ、ダメだね。ふん、走る。こうで、やばい、後ろ。あ、違う違う違う。キャンセルして。キャンセルして。こうの、こう。あ、全然できてない。あ、できてる、できてる。ちょ、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 待って。待て。落ち着け。そして、あ、早かったまあいい、死ぬかもしれないから。よし、次。あ、やばい、混乱にされたここで時が過ぎるのを待つ。こんなのついてる？そろそろ状態異常つけられるようになったね。沈黙はきついな。やっぱあの装備買うか。行かない。よし。間に合った。あ、まだいる。まだいるね。リロードはできる。混乱でも時間かかる、時間かかる。まだいる、あと2個いるな。あれ、あ、やったおし、なんとか。ふう、それでここ結構強かった、いっぱいいて。沈黙は欲しいね。これ何の装置なの、装置かしら。ふんふん、これは
ガラスの向こうにプロテクターをつけた大きな死体が並んでぶら下がってる。あー、これがあれなのかな、あの緑色の人。凍りついてるんだわ。ここまで霊気が伝わってくる。私が戦った猿みたいな大男に少し似てる。手が長いもんね。心電図のようなグラフが下のモニターに表示されてる。それぞれゴーレムの表示の後にナンバリングされてるわ。でもグラフには変化がない。やっぱり死体が保存されてるんだ。ふんふん、ナンバリングされてんのね。 OK。 大きなロッカー、何を収納してるのかしら。上の扉なんて台でも使わないと届かないのに。ふんふん、特にない。あっ、こっち側はいけないみたいだからここだけだね。じゃあ OK、 じゃあ帰ろう。うい、セーブしてここまで来た。ここね、この先行ってみるか。でちょっと探索したら今日はやめよう。うん、これは下行きのリフトだわ。リフトがある。あ、行ける。これは何かしら。この異常なほどに厳重な扉はダメ、ロックされてる。まあここはロック。ふんふん、あ、じゃあリフトでしたか、これね。はい、降ります。ふう、赤い敵出る。これはすごく頑丈そうな扉。こっち側はみんな扉なんだね。やば、狙われた。やばい強い。あとはあっちだなこれで一回ヒーリングの弾込める。そしてこっちで、あなた、300ぐらい。よし、なんとか弾なくなっちゃうな補充してきてないから。よし、次のセーブまでいけるか。浄化槽、困ったらライフルパイセン。どうなってる？ここはでも調べられない。あれもいけないね。怖い。うわ、なんか泳いでない。うわ、あ、ネッシーネッシーね、ネッシーなの。うん、ネッシーなの。やばい。うん、あ、やってる。でもいつの間にかやってた。ちょっと待って、見えてない、見えてない。どこ、ネッシーネッシー、待った。ちょっとヒーリング、一回ヒーリング。うん、ネシどこちょっと狙いにくいな。ネシ狙いにくいなネシ狙いにくいな。うん、こうしかない固定砲台しかない。やったか。おし、なんとか。それでそろそろ武器を変えるべきか。ただこれ結構強いから。弾の数あと67しかない167か。弾を取ってこよう、先に。この先があるから。ちょっともう一回取ってきます。うーし、弾取って戻ってきたぞ。この先は
どれぐらいで西部にたどり着くだろうか。中央通路こんな感じ。わーお、あ、同じような作りだ。チャプチャプいってる。どうなってる。もう勝つ。一匹やるしかない、一匹やるしかない。おしやった。一匹やった。まだいる、まだいる。逃げろ。とか出てくる。負けんだ。負けんだ。うち負けんだ。いける。よし、やったぞ。そしてリロード。やべ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 、ビリビリくふん。よし。リロード間に合ってない。ヒーリングしまして、はい、ちょっと待った、リロードしたい。リロード中に動いてはいけない。うん、うん。やばい、リフト入った。避けた後に攻撃だと遅いんだよな。うん、いい、君と勝負じゃ。うん、いける。固定放題よ。オッケー。ただちょっと回復厳しくなってきたな。ああいうあの回復 MP 回復薬とかも買った方がいいね。お金余ってるしね。ちょっと使いどころ悩んじゃって。あ、ちょうどこれでも上げてマックスにしよう。ネクローシス強くしよう。じゃあこの子使い勝手いいから3000で。はい、オッケー。あ、まだある。あ、最高レベル3までかだね。あとプラズマ次行くとしたらこれで。だ MP 回復に使えるから急がなくてもいいよね。それでだ。それでだ。ちなみにこのなんかリフトみたいなやつはこれは使えんの。あ、まだ下行けるわ。まだ行かない。まだ行かない。このさ、上のランプってドアが開いてるっていう証、緑色。あ、ロックされてる。関係ないんだね。ただの色でしたわ。全くもって関係なかった。またまたまた、ちゃんとしらみつぶしていこう。こっちから。ここは何の部屋？実験動物室。入れる。よくないな、動物室はよくない。だいたい動物の怨念が残ってるから。絶対戦うから。ほら。真っ赤だもの、恨みで。動物たちの恨みで餌のリストが散らばってる。時々尾行に感想が記されてるわ。1月16日今朝、実験動物室に来てみるとチンパンジーたちが妙に興奮している。調べてみると2歳になるシズが目から血を流して死んでいた。賢くて愛嬌があり私に懐いていたチンパンジーだ。だけどその死体は見るに忍びないものだった。頭は膨らんで毛が抜け目は飛び出て下に落ちていた。私は指示されるままシズに水をあげなかったことを後悔した。願わくば彼女が天に召されますように。1月17日別の州にある組織の研究室からボーマン博士がやってきた。あ、ベッドあったね。どうとなく、あ、どことなくうつろな目つきの彼はこれまでにも何度か訪れていたが、時々じっと私を盗み見ていることがあり、あまり私は彼を好きになれない。怖い怖い、声が。でも今日の彼はいつもと様子が違っていた。挨拶もそこそこに。シズのケージに駆け寄ると何かに取りつかれたようにブツブツとつぶやきながら調べ始めた。私はこんな実験をやめてほしいと抗議したが、まるで聞こえていない。
調べ終えると突然彼はけたたましく笑いながら私の手を握ってきた。実験はこれで成功だったのだろうか。私はカッとなり彼の手を引き剥がした。弔いたいという私の願いは却下され、シズは消毒室のシュートに捨てられた。2月24日、ボーマンは動物実験を繰り返すためこの実験場に泊まり込むようになった。聞いたところによると彼の専門はミトコンドリアで、以前中止された人工人類の研究を彼が引き継いだらしい。私は軍事に転用しようとして失敗し、この研究所で氷漬けにされている。びっくりした。今現在彼が氷漬けにされているのかと思った。ゴーレムと呼ばれる兵士の死体を思い出して寒気がした。難民の私を育ててくれた組織には感謝しているが、これには賛同しかねる。それが超人思想だ。たとえ滅びたとしても人は人のままでいいのに。3月8日朝、大きなコンテナが運び込まれてきた。中で何かが暴れてて今にも壊れそうだ。隙間から覗くと、なんと入っていたのはボーマン博士だった。彼を連れてきたキューという名のゴーレムは、あの子背中キューだったっけ。嬉しそうに私に説明してくれた。彼によると ANMC と呼ばれる新しい人工人類計画の被験者としてボーマンは志願し、自らにミトコンドリアを投与したらしい。しかし体中にできものができうめいている彼に以前の面影はなかった。まあ、自分で志願したんだ。3月14日今の私の悩みは、かつてボーマンという名の人だった ANMC という生き物だ。つい先日も体の変化に耐えうるよう人工の臓器と骨を移植したばかりなのに、痛みを感じないのかやけにはしゃいで卑猥な言葉を私に浴びせかけたり、かと思うとメソメソ泣き出したりして私の気分をめいらせる。おまけに食欲が旺盛で肉を好むから匂いがケージの外まで漂っている。吐きそうだから今日は早めに切り上げよう。そこにいるのこの方。4月12日、今日は体調が良くないらしく、ボーマンはおとなしくしていた。寒いからヒーターのそばに行きたいと泣いて頼む。私は彼が泣き叫べばまたチンパンジーが怯えるから、すでに体長3メートルを超えている彼をケージから出してやった。今はヒーターのそばでおとなしく絶対してなかったんだな。ここで終わってるんだね。次のカードから筆跡が違うわ。前任の姉ちゃんを襲った ANMC は未だに行方がつかめない。あ、お姉さんだったのか。いい女だったのにもったいないことをしたもんだ。今Q が探しているが、俺はもう外でくたばったと思う。おかげで新しい ANMC は西にできたどでかいケージに運ばれるようになった。だから俺は畜生どもの死に様を見ているだけ。楽なもんだ。ふんふん。ここから先は餌のことしか記されてないわ。ああ、やっぱそこで襲われちゃったんだね、ボーマンに。ふんふん。3メートルか。もう倒した？あのなんか馬のやつとかそうだったのかな。あ、でも喋れるってね、言葉は喋れたんだね。キャビネットがある。あ、コーラやったぜ。他は資料の在庫リストしか入ってない。ふんふん。オッケー。このボーマンって男、目的のための手段がいつしか手段になるための目的になる。最悪の研究だわ。二度も読むのは辛い。確かに。デスクトップのパソコンがある。パスワードを知らないのに電源を入れても意味はないわ。壁には一面にモニターがついてる。電源が落ちてるけど、おそらく各ケージの映像記録を取るためのものじゃないかしら。動物、実験動物をほったらかしにして飼育係だけ逃げ出すなんて。かわいそうに。でも解き放つと敵になるかもしれないからな。もうすでになっとる。解き放たれとる。自由になってる？あ、でもいないな。待って待って。鼻をつく刺激臭がする。中に何かいるのかしら。チンパンジーが死んでる。何があったの？脳が破裂してるわ。チンパンジーの死骸が入ったケージ。
なんか強いのでそう。中に何かいるのかしら。何かしら、うよよいる。肌色の小さなものがうごめいて。ヌードマウスだわ。実験によく使うやつね。でも様子がおかしいわ。狂ったように首を振ってる。何かを投与されたヌードマウスが入ったケージ。ふんふん。こっちは？このケージには何がいるのかしら。カニクイザルが入ってるわ。でも様子がおかしい。よだれをボタボタと落としながら美味しそうに、う、自分の指を食べてる。すでに何本かなくなってるのに正気じゃないわ。何度も見たくない。ふんふん。花と書かれたケージがある。中に何かいるのかしら。束ねたコードが頭から伸びて、ヘッドギアをかぶせられたチンパンジーだわ。かわいそうにぐったりして目がうつろ。この子はまだ普通なのかな。いやでも出したら大変なことに。かわいそうだけど。